皆さんこんにちは。こんにちは。今日はワルツの、連続スピン上達法というのをご紹介したいと思います。早速いってみましょう。一度踊らせていただきました。今回のこのスピンですね、多くの方が最初の方にですね取り入れている方が多いと思います。よくある症状っていうのはナチュラルターンをした後の、皆さんがよく言う3回スピンってやつですね、スピンしている最中にだんだんフロアの真ん中の方に入っていってしまう、ブーメランのようにですねこうやって戻ってしまうことで、希望としている方向にターニングロック、そして PP になれないで焦ってしまって引っ張ってしまうっていう方が多いと思います。そのようになって、しまう症状っていうのは、お互いがピボットしているとき、片方がピボットしているときはもう片方の人はピボッティングアクションをしています。で、例えば男性がピボットしてたらもう片方の女性っていうのはピボッティングアクションしてるっていう形で、必ずピボットとピボッティングアクションっていうのをこう交互にやっているっていう状態になるんですけども、そのピボットしている最中の、ピボッティングアクションをしている人が、ちょっとこう推進をしなきゃいけないっていうのがとても重要なポイントなんですけども、それがちょっとできないっていう方が多いんですね。それができないせいでちょっとずつ回転量不足っていうのが積み重なってだんだんブーメランのように内側にスピンが入っていってしまうっていう症状が生まれる原因が一つとしてあります。ピボットとピボッティングアクションの動画っていうのは、1年以上前にですね、動画でアップしているので、そちらもですね、合わせてご覧ください。今日教えたいのは、ピボットの、上達法ですね。スピンの上達法なんで、一つの練習方法としてご紹介したいと思います。このエクササイズをやることで、ピボットしている人は、一般的によく言う片足にしっかりと乗っていられるキープ力が強くなります。そして、その周りを踊らなきゃいけない人っていうのは、そのピボットしている人の環境を崩さないように自分が進むっていうことができるようになる練習方法なんですね。なのでぜひともですね、お互いに信頼し合いながらこのエクササイズをやってみてください。それではやってみたいと思います。まずはじめに、女性からやってみたいと思います。女性はですね、いつも通りホールドを張っていただいて、大体多くの方は左足に立っていると思います。で、右足をこのように足を上げてください。これは前でも後ろでもいいんですが、男性が前に来るので今回は後ろになんとなくこのような形でキープしといてあげるといいと思います。その時の体、自分の体重のバランスは必ずつま先、ボールの方にいてあげるっていうのがとても重要になるので、ベタ足にならないように気をつけてやってみてください。それで男性はその女性の片足になった状態、こういう形ですね。背伸びをして片足でキープしている状態で、軽くホールドを張っていただいて、ここはちょっと空いてても大丈夫です。ただ女性が左足に乗っていてキープするので、この乗っている位置を変えないで男性は女性の周りをラウンドして歩くことができますかというのがとても重要になります。これは一見簡単そうに見えるんですけど、男性のホールドの位置が女性の位置と距離が一切変わらないで踊るっていうのがとても重要になるんですね。
一度試してやってみてください。おそらく、うまくいかない方はこのような形になります。軽く組んだ状態から女性が足を上げました。最初は、最初の半周ぐらいはなんとかできるんですけども、後半になってくると女性からだんだん離れていってしまう、はい、とか準備してスタートした時に最初はいいんですけども後半になってくると男性がこっちのホールドで女性を引っ張ってしまう、はい、要は自分が中心になってしまうっていう感覚ですね。こういう方もいると思います。はい、今のようにこの2パターンで女性がおっとっとってなってしまう時っていうのは、女性の体、いわゆる体幹が緩いからだとか、ホールドが緩いからとか、もっとしっかり立てとかガシッとしろっていうふうに言っちゃう男性がいるんですけども、これは正直に言いますね、男性が悪いです。はい、男性が悪いです。女性は、片足に乗ってここにいることしかできません。もちろん力を緩めなさいとかっていうわけではないです。それなりにキープしなきゃいけないエネルギーは必要なんですけども、遠くなったり、腕を振り回されてしまうとやっぱり女性は立てなくなってしまうので、男性は女性がどこにいてどれぐらいの距離をキープしながら回らなきゃいけないかっていう、こういう意識が必要になってきますね。もう一度やってみたいと思います。組んだ状態から、はい、この状態ですね。女性がここに立っています。女性のこの立ち位置を変えないで男性はその周りをラウンドしてあげる。はい、体の向きは、真正面向いててもいいし、このように歩く方向を向いてもいいと思います。できればですね、3周頑張ってあげるといいかもしれないですね。3周頑張ってもちゃんと女性がキープしていれると合格です。はい、今のがなんとなくできたら、次逆足ですね。女性が右足に乗って男性が同じように回してあげるっていうのも練習してみてください。一度やってみたいと思います。組んだ状態から女性が右足に立って左足を上げている状態、この状態も同じようにたかが足入れ替えただけだけど、やっぱり軸の位置が若干変わるんですね。はい、先ほどはこっち側の足だったんですけども、次はこっちに足が軸に変わったので、回す感覚や環境づくりも若干変わります。はい、これも同じように男性は女性から離れすぎたり近くなったりしないように、同じキープ、同じ位置を、同じ距離をキープした状態で回れるようにやってみてください。はい、続きまして、立場が逆転します。次受ける方は男性になります。はい、男性になります。女性も男性をしっかりとリードできなきゃいけないです。この、力関係がお互いに均等になることで、今回教えているスピンがとてもスムーズになると思うので、女性はですね、回してもらってなんぼって思わないように意識してやってみてください。同じように練習してみたいと思います。組んだ状態から男性は右足、左足は上げた状態でキープしてください。で、女性はこの男性との距離を変えないままこのようにラウンドしてみてください。慣れないうちはゆっくりでもいいです。スムーズに踊れれば全然早くてもいいんですけども、重要なのは相手の軸がどこにあって自分がどれぐらい離れているかっていうのがとても重要になります。同様に、反対の足もやってみてください。男性は左足で背伸びをして右足を上げた状態、女性はそれに対して回ってあげます。これも同じように距離を変えずに軸がどこにあるかを理解しながら踊ってあげてください。はい、このような形になります。これできてるかもと思っちゃうんですけども、意外と違うのがこういう状態ですね。片足になって女性に回してもらいます。はい、どうぞって先に上半身をねじって後からつま先、
上半身ねじって後からつま先、はい、わかりますかね。こういうふうにやってしまうとピボットの意味が全くありません。はい、なのでしっかりと体を一つにして、リードしてくれる方の人が頑張ってあげるっていうのがとても重要になってきます。はい、今のエクササイズですね、特にお互いに、左足に立った時ですね、男性も左、女性も左足に立った時に、そのラウンドですね、その周りを歩けるかっていうのがとても重要になるんですね。で、これを、先ほどやったスピンに当てはめると、ナチュラルターンが終わりました。ここからロアをして男性は、ピボットをします。で、女性はピボッティングアクションをするんですけども、男性はピボットで左足に乗って右足が上がる状態ですね。このまま女性はラウンドで歩いてもらう、はい、ここが重要なところですね。はい、次女性が高い位置でピボットをします。はい、なので女性は左足でライズした状態で、この位置をキープしたまま男性がラウンドできるかどうか、はい、次同じように男性がピボット左足でして女性が歩いてあげる、次女性がピボットして男性が歩いてあげる、はい、これの繰り返しを今数歩歩いていますけども、それをたった一歩で行った結果、このようなピボットに変換していくというような練習になります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はワルツで連続スピン上達法というのをご紹介させていただきました。映像だとですね、すごく簡単に見えると思うんですけども、めちゃくちゃ難しいです。はい、最初僕たちもこれ全然できませんでした。はい、なので練習を積み重ねて、受けてる人はですね、これぐらいずれてるよとか、離れたよ、近づきすぎたよっていうのを教えてあげてください。意外と回してる方っていうのは気づきません。はい、同じ位置で回ってるような気になるんですけども、全然ずれてることとかもあるので、教えてあげてください。喧嘩にならないように気をつけてやってくださいね。はい、それでは皆さん、頑張ってください。